こんにちはったらこんにちは、イズムです。今日はですね、先週やった、ダイソーの LED ネオンコードに、人感センサーをくっつけましたけども、あれの続きです。で、人感センサーをくっつけただけだと、周りが明るくても暗くてもですね、人が近づくと、LED ネオンコードが光るという風になりますので、できれば、暗い時だけ、光るようにしたいと。いうことで、ちょっとセンサーを追加します。はい。では、始めようと思います。というわけですね。あと、例によって、白を用意してありますので、ご覧ください。よいしょ。はい。人感化したダイソーの LED ネオンコード。昼間はつかなくてもいいんだけど、っていう風なタイトルです。で、人感照明化したのはいいんですけど、明るい時でも今のところは動いちゃうので、まあエコじゃないですよねと。で、でもですね、実は省電センサーには明るい時には反応しないっていうオプションが実はあるんですね。で、外付けのセンサーを1個つければいいんですけど、それにはフォトレジスタっていうのを使います。でですね、これですね。で、昔、イチゴを室内栽培、トライした時に、LED 照明を作ったと思うんですけど、それを、暗くなったら自動的に LED 照明がつくっていう風な仕掛けをつけたんですが、その時に使ったのがこのフォトレジスタです。で、これまで実際その時に買ったもんですね。Amazon で買えます。30個入りで844円ですね。1個30円ぐらいの部品になります。うん。で、これはですね、省電センサーの回路の一部でして、もともとここに省電センサーをつける、フォトレジスタをつけるようになってて、で、ここにはですね、あらかじめ1メガオームの抵抗がついてます。でもですね、この抵抗値は、このフォトレジスタの素性によって少し調整をしなきゃいけなくて、で、さっき紹介した Amazon で買えるフォトレジスタだと、まあ、ここの抵抗値が少し1メガだと大きすぎるんですね。だからもう少し小さい値にしなきゃいけないんですけど。で、後で動画をお見せしますが、このフォトレジスタがどれくらいの抵抗値かは調べました。で、部屋の中で、蛍光灯をつけた状態だと、10キロオームぐらい。で、蛍光灯を消しちゃうと、100キロオームぐらいの抵抗になることがわかりました。で、省電センサーが動くか動かないかっていう、式位置は、0.2VCC っていうのが、データシートに書いてあったので、そこから計算してですね、R1 はですね、だいたい200キロオームぐらいがちょうどいいのかなということになりました。はい。というわけでですね、フォトレジスタの、抵抗値を調べる部分から、見ていただきます。はい。ではですね、部屋の明るさを変えて、フォトレジスタの抵抗値を確認します。で、今ですね、蛍光灯がついている状態です。ちょっとカメラの ADC かかってて、明るさおかしいですけど、で、蛍光灯を暗くすると、17キロオームぐらい。で、完全に消してしまうと、100キロオームぐらいの抵抗値になることがわかります。はい。なので、LED ネオンコードがついて欲しいときには、まあ100キロオームぐらいになっているってことですね。で、明るいときには10キロオームぐらいになっているということがわかりました。ではですね、基板の写真をちょっと見てもらおうかと思います。これがですね、省電センサーの基板の写真なんですけど、例のですね、1メガオームの抵抗がここにあります。で、この抵抗を200キロオームに交換していきます。でですね、フォトレジスタをつける穴がここになります。よく似た穴ここがですね、もう一箇所あって、これと間違わないようにしましょう。この穴が何だかはちょっとよくわかんないです。はい。というわけでですね、交換作業をしていきます。はい。ではですね、抵抗の交換とフォトレジスタの取り付けの作業になります。でですね、もともとついてた1メガオームの抵抗を外していきます。今回ちょっと表示してないですが、これは3倍速ですね。で、ぐーっと温めると、ポーッと取れました。
結構ですね、実は本当はちょっと時間かかってるんですけど、いろいろ短縮してます。はい。というわけでですね、1メガオームの抵抗が取れました。で、そこにですね、用意した、200キロオームの抵抗ですね。これ、はい。これもですね、Amazon でいろんな抵抗値のセットを買った中の一つになります。ではですね、ピンセットでつまんで取り付けていきます。あらかじめ端子にハンダ乗せて、まあ、くっつけていきます。これもですね、まあ結構、手間が実はかかってますけど、いろいろ端折って、すぐできた風になっています。はい。で、こっちはつきました。ちょっとですね、サイズが合ってなかったので、少しつけるのが大変でした。で、次にですね、フォトレジスタを取り付けていきます。穴にフォトレジスタを挿してですね、ぐっと引っ張って、ハンダ付けをします。はい。とどめにですね、ハンダを乗っけまして、はい、乗りました。あとはですね、余った部分を、足をニッパで切り落としていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。下のグニョグニョグニョっていう線が入ってるのがフォトレジスタですね。はい。で、これを、で、ハンダ付け作業は終了になります。はい。でですね、出来上がりがこんな感じで、新たに付けたフォトレジスタはここですね。これが明るさを検知してくれます。で、裏面がこれになりまして、ここですね。これが新たに付けた、200キロオームの抵抗になります。この位置ですので、間違いなく。よいしょ。というわけでですね、動作確認をしていきましょう。よいしょ。で、今、明るい部屋の状態ですね。電源入ってるんですけど、いくら手をかざしても反応しません。ですね、暗くしました。で、近くにですね、僕が座っているので、僕の体に反応して一旦、電気がつきました。でですね、ちょっと待って、設定時間で電気が消えるので、この状態で手をかざします。はい。今度はですね、ちゃんと動きに反応して点灯しました。なので、暗くしないと人の動きには反応しないということですね。なので、暗い時だけ点灯してくれるようになってます。はい。というわけでですね、今回、部屋が明るい時には、送電センサーが反応しないように改造しました。で、フォトレジスタっていう部品をですね、追加してそれを実現しました。というわけで、人が、近づいて、なおかつ、あたりが暗い時だけ、スイッチがオンするっていう風な、仕掛けができてて、で、今回はですね、LED ネオンコードを、それで光らせてたわけなんですけど、まあ、ダイソーとか行くと、5V 電源、外の USB 電源を使う 5V の、割とオシャレなルームライトとかも結構売ってたりもするので、そういうのをつなげてですね、人が近づくと、自動的に、点灯するルームライトみたいなやつを作るのも面白いかもしれないですね。はい。というわけで、今回、この動画気に入っていただけたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとか、していただけると大変僕は嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。